加計学園問題について質問いたします。総理はこの間加計さんからこの獣医学部の老舗について相談や依頼があったことは一切ないと、説明してきました。ところが愛媛県の面談記録には加計学園側の言葉として次のような記載があります。加計学園から先日総理と同学園理事長が会食した際に下村文科大臣が、加計学園は課題への回答もなくけしからんと言っているとの発言があった とのことと記されております。相談してるじゃないですか。総理がですね、加計学園の獣医学部新設に向けて加計市の相談に乗り政府部内の意見まで伝えていたということがこの文書を見れば示されております。総理が深く当初から関与していたことを示す私は証拠だと思いますよ。総理、本当に総理は加計幸太郎さんと会食した際に獣医学部新設について下村大臣の意見を伝えたことはないんですか。安倍内閣総理大臣、これまでも答弁しているとおり、私は加計理事長と獣医学部の新設について話をしたことはなく、ご指摘のようなやり取りを行ったこともありません。なお下村大臣もですね、そういった発言をしたことがないと述べておられると承知をしております。宮本君。愛媛県の中村知事はですね、職員は文書をいじる必然性は全くないと言っています。そして先日の与党が、招いたですね、加藤前知事、総理も信頼されている方だと思いますが、加藤前知事も愛媛県のメモは当日東京事務所で東京事務所と愛媛県から来た職員とか協議しながらメモを作っていかれたのだと思うと、雰囲気は伝えていると、流れは多分そうだ、こうおっしゃってるわけですよ。この愛媛県の文書というのは極めて信憑性が高いんですね。そうすると総理がこの記載内容を否定するなら加計学園側がその場で作り話をしたってことになるんですよ。総理ね、総理の親友である加計幸太郎さんは作り話をするような方なんですか。安倍内閣総理大臣。加藤前知事はこの雰囲気ということをおっしゃっていたわけでございまして、雰囲気をどのようにこのを伝えるかということについては、いろんな伝え方があるという趣旨の話もされておられたと、こういうふうに承知をしております。いずれにせよですね、先ほど申し上げましたように獣医学部のお話をですねしたことはないということは何回も申し上げている通りでございます。また下村前文科大臣もですね、そのような発言をされていると承知をしております。宮本君。私がお伺いしたのはですね、この愛媛県の文書については、この部分については誰も柳瀬さんだって記憶にないというだけで反証は誰もしてないんですよ。そういったことを言ってないと言ってるのは総理だけなんですよね。もし総理がこの部分がですよ、私は言ってないと、そんな話はしたことはないって言うんだったら、加計学園側が作り話をこの場でしたってことになるんですよ。そうすると、総理が嘘ついてるのか、加計幸太郎さんが嘘ついてるのか、2つに1つしかないんですよ。加計幸太郎さんは、総理のご親友で、どういう方かも総理はよくご存じだと思いますが、そういう嘘をつかれる方、作り話をされる方なんですか。答えてください。安倍内閣総理大臣。そもそも、加計幸太郎氏が例えばどこかでそういう話をされたということを私は承知をしていないわけで、ございますし、ですから、これは今私はお答えのしようがないわけでありまして、いずれにせよ加計氏とそういう話はしていないと、また下村前大臣もそういう趣旨の話をしておられると、このように思います。山本君。じゃあそうなるとですね、加計さんに来ていただいてこの場で話していただくしかないじゃないですか。総理は加計さんが総理の地位を利用して何かを成し遂げようとしたことは一切ないということを言いますけども、もしこの場で総理は言ってないということをおっしゃるんでしたらね、こういう発言してないんだったら、この面会の場で加計学園側は総理が言ってないことも持ち出して総理との関係をアピールして物事を進めようとしていったと、こういう話になるじゃないですか。いずれにしても総理のこれまでの答弁と全く違う話になるわけです。委員長、どう考えてもですね、この問題真相究明のためには加計幸太郎加計学園理事長を証人喚問する必要があります。理事会において協議をさせていただきます。宮本君。もう一点お伺いします。
首相官邸での面談についてですね、加藤前愛媛知事は、会合でアドバイスをもらったことが学部認可につながったと、まあ、正直に語られました。そしてその場でのアドバイスだけじゃないんですよね。この3回の面談、1回目の面談の後からですね、官邸は精力的に動いています。愛媛県の面談記録には4月2日の内閣府の藤原次長の発言の内容として、要請の内容は総理官邸から聞いておりと記されております。内閣府に伺いますが、一体総理官邸の誰からどのような要請の内容を伝えられたんですか。梶山大臣。当時の担当者に確認をしましたところ、要請の内容は総理官邸からも聞いているという発言はしていないということでありました。宮本君。何もここに記録がされているのに、そういう発言はしていないと。その類の趣旨の発言はされているんですか。梶山国務大臣。まあ、今申し上げたとおりでありまして、この発言はしていないということであります。宮本君。4月2日にそういう発言はしないにしても、それに近いような発言、どういう発言をその場でされたんですか。この問題について4月2日に藤原さんは。梶山国務大臣。この趣旨の発言はしていないということであります。山本君。じゃあ愛媛県に書いてある文書は嘘だということを内閣府は考えているということですね。梶山国務大臣。事実関係について担当者に確認したところ、今申し上げたとおりであります。宮本君。またね、これはね、愛媛の中村知事がですね、お怒りになられますよ。記録はあるんですか、4月2日のそういうことを記憶に基づいて話しているのか、それとも記録があるのか、おっしゃってください。愛媛県の側は記録が出てます。内閣の側はないというね、こういう要請がないっていうんだったら、内閣府の4月2日の記録を出してください。梶山国務大臣。前にも答弁しているかと思いますけれども、4月上旬にあった記憶はあるということでありまして、さまざまなこのやり取りの中で、4月2日にということが伺えるような状況は出てきておりますけれども、記録はございません。山本君。ね、記録がなくて、記憶だけに頼って言っているのと、はっきりと集団で作った記録と、どっちが信用性があると思いますか、総理。安倍内閣総理大臣。この問題はですね、例えば文部科学省の文書の時にもあったのでございますが、発言についてはですね、これはどういう受け取り方をするかということもございますので、まさに今回の反省点としては、一体言わないにならないようにですね、発言については発言者の確認を取って記録に残すべきだろうと、このように考えているところでございます。宮本君。私が聞いたのは、どっちがですね、信用性があるかといったら、それは当然、集団で作った記録の方がですね、信用されるっていうことなんですよ。全く今の答弁聞いても、国民は理解されないと思いますよ。また総理を守るために嘘をついてるんじゃないかと、こういうふうにしかですね、思わないですよ。先ほど藤原さんにはですね、4月の上旬に会ったことがあるということでしたけども、4月2日に会ったという記録はないんですか、内閣府には。梶山国務大臣。記録はございません。宮本君。念のためにお伺いしますけれども、獣医学部新設には強力なライバル校として京都産業大学がありました。内閣府にも伺います。藤原さんは京都産業大学と3回面談をしています。面談した日にちは記録残っていると思いますが、教えてください。梶山地方創生担当大臣。
内閣府では規制改革を通じて地域の活性化を目指そうとする自治体や事業者の相談に応じることは通常の業務の一つとして認識をしております。特区指定前や、提案段階でも相談に幅広く応じることとしております。京都府及び共産大の関係者の方にも数回お会いしていると聞いておりますが、その日時までは具体的に特定することは困難であると聞いております。そんな嘘もよくつけますね。私昨年内閣府に資料請求してメールが送られてきてますよ。京都府と藤原審議官の面談、回答、面談の記録は作成してませんが、確認できた範囲では京都側からの申し出に応じて京都府等から次のとおり相談を受けました。平成28年1月26日、平成28年6月7日、平成28年10月5日、平気でですね、こうやって嘘をつく、許されないですよ。梶山国務大臣、ちょっと答弁中です。今朝朝通告があった質問であります。そして全てを明らかにされたいということであります。その数回あったことはあるということで肯定しておりますけれども、全てについて今つまびらかにすることはできないということであります。なぜできないんですか。私はちゃんとメールで去年もらってるんですよ。去年の段階では出せたものが交渉記録は残ってないということを嘘を作っていくためには京都の側と会った日付までないことにしてしまう。総理と関わる問題になったら全部隠してしまう、隠蔽してしまう。これはあまりにもおかしいんじゃないですか。総理、梶山国務大臣、私がこの席に出る直前にいただいた質問であります。その質問の内容は面談した日にちをすべて明らかにされたいという質問内容であります。それにつきまして数回お会いしたと聞いておりますけれども、その日時まで具体的に特定することは現時点で困難だということであります。山本君、去年ですね、私ね、メールでもらってるんですよ。これ内閣府の参事官補佐の方ですよ。矢田さんと一緒じゃねえか。参事官補佐の方にもらってるわけですよ。私これ答えてもらうためにわざわざちゃんと通告をしているのに、おかしいですよ。ちょっと事実関係確認するために時計止めてください。ちょっとディーテールについての質問を先ほどもらった。それを今まずちょっと時計止めてください。事実関係の確認をしなきゃいけない。ちょっと止めてください。はい、梶山大臣、ご答弁ください。今申しました通りに、この今の質問の時間に入る直前にいただいた質問であります。そのことにつきまして、すべての日時を明らかにせよということでありますけれども、数回あったことは認めております。その日時まで具体的に現時点で示すことは困難であります。で、お尋ねのことでありますので、持ち帰って、確認をさせていただきたいと存じます。宮本君。私はですね、今日の予算委員会の場で、京都は分かっているのになぜ、今朝通告してますよ。大体ですね、もう3時間も経ってるじゃないですか。大体ですね、3時間補佐からちゃんと私に対してメールも出してるんですよ。メールで出してる資料がですね、なんで都合悪くなったら出せないのかっていうのがですね、こんなおかしな話はないですよ。過去に一度答えてることはなんで答えられないかということを言ってるんです。結局ですね、いいのか止めてください。
にすでにもらっている資料について答えていただきたかっただけですよ。何日、何日や、いや、そうじゃないです。日にちは特定できるわけですよ。今持ち合わせがないから次にというふうに。嘘は持ち合わせありますか。いやいや、過去にそちらのメールはあるけど大臣手元にないんだよ。もう何時間も前に通告してるのになんで大臣の手元にないんですか。ってください。 いやね、本当におかしな話で、私は難しいことを朝言ったんじゃなくてですね、昨年私は同じ質問を内閣府に求めてメールで資料が来てるからそのことを紹介してもらおうと思って朝、昨日の夜中にファックス送ってますよ。ファックスは昨日中に送ってますけども、朝ね、確認もしてます、早朝に。で委員部の方からも、通告はですね伝えてあります。で、そうだ、はっきり言って私に出した資料があるわけですから、去年の7月にですよ、出してるわけですよ。ところが記録があることになってはならないと、4月2日に藤原審議官が加計学園側と会ったと、そういう記録があってはならないと、そのこととつじつま合わせるためには京都産業大学と藤原さんと会った日はしっかり記録があるのに、その記録まで隠してしまうと。手元にないんだ。手元にない、いいでしょう。仮に手元にないから答えられないならそうでもいいんですけど、いずれにしても京都産業大学とは会った日の記録は明確に3回残っています。京都産業大学と会った藤原さんが会った日は3回明確に残っています。私は資料もらっています。どうして加計学園と会ったら藤原さんは日付も忘れてしまうんですか。そうだ、総理が関与することになったら、そういう途端に記録もなくなる、記憶もなくなる。こんなことやってるからですね、いつまでたっても国民の疑念は晴れないんですよ。そうだ、おかしいでしょう。京都産業大学の側は藤原さんが会った日付の記録はある、そして内閣の側はない。総理どう思いますか。総理、時間が来ておりますので関係します。まあ、私もちょっと答えのしようがないわけでありますが、あの藤原参事官はですね、いわば京都産業大学とも会っているわけでありますから、その京都産業大学と会っているんで、3回会っているんであれば、あの別に加計学園と会って、いることを隠す必要はそもそもないわけで、あろうとこう思うわけでございますが、いずれにせよ梶山大臣はですね、今日、本来であれば、もっと前に質問通告いただかなければならないということでありますが、先週質問通告をいただくはずでありますが、今日急にですね朝言われて、その場ではちょっと手元にそのメール等がなかったので確かめることもできないわけでありますが、後ほど確かめさせてお答えをさせたいと、このように思います。山本君、時間が来ております。時間参りましたのでこれで終わります。